回紹介させていただく車両なんですが、 CB754K5 人気の K0 仕様になっております。K0 仕様の特徴なんですけれども、カラーは K0 純正色であるキャンディーブルーグリーンになっております。外装ですが、闇屋の外装セット K0 が付いております。 K0 の特徴なんですが、カラーがヘッドライトケース、ライトステーが同色のキャンディーブルーグリーン塗られており、またサイドカバーとエアクリーナーケースも同じカラーで塗られております。K0 の特徴なんですけれども、サイドカバーが角張ったサイドカバーになっております。シートも K0 仕様になっておりまして、闇屋のオリジナルシートになっております。K0 の特徴である跳ね上がったお尻、ダックテールと言われる部分も再現しており、K0 仕様にぴったりのシートになっております。足回りですが、フロントフォークのオーバーホールに、ホイールもリム、スポークともに新品の組み直しをしてあります。もちろんブレーキもオーバーホールさせてもらってます。リアの足回りも同じくホイール、リム、スポークともに新品の組み直しをしてあります。キャブレターは闇屋のキャブレターリペアキットを組み込みのオーバーホール。エンジンは塗装から組み直しまでのオーバーホールになっております。マフラーは闇屋無番マフラーを装着しております。車両のカスタムポイントなんですけれども、フロントエンブレム、ホンダを付けさせてもらい、ナンバープレート台も合わせてホンダのロゴの入ったものを装着しております。また ETC も装着しており、高速の走行にも楽に行けると思います。魚谷の SP2 が装着されております。SP2 なんですけれども、最新の点火システムによりパワーアップももちろんのことなんですけれども、車両自体の扱いやすさが上がります。今回この車両はオーナーさんが決まっておりますが、随時在庫の方はホームページの方に掲載されておりますので、よかったらお気軽にホームページの方をご覧ください。また在庫のない場合なんですけれども、オーダー車両として受け付けておりますので、よかったらホームページの方からご予約とご連絡いただければなと思います。